主に雇用に関わる事業を展開しておりまして、さまざまな事業を行っております。でまた販路開拓事業としまして、石巻市の企業の売上貢献をするというようなちょっと変わった事業も行っております。主に震災によって販売ルートをなくしてしまった水産加工業の方々をヘルプする事業なんですけれども、商談会を開催してバイヤー様とのマッチングを行ったりですとか、それから今までずっと卸業をやってきた水産加工業にちょっと利益率の高い直販の B2C への切り替えというチャレンジを行っていただくために、直販会の企画開催をしたりいたします。そうですね、やはりいろいろなものを売りたいけれども工場から手が離せないであったりですとか、その東京で何かを売った時に東京の人たちがどういうものが欲しいのかわからないというところがありますので、そこで我々が代わりに行って販売をすることで非常に助かっているという声は多くいただいてます。例えばタラコですとか、タラコだと福岡というイメージあるかと思いますが、福岡でタラコなんて取れませんので、石巻のタラコを全て使っているというような、そのストーリーを付与することで購買というのがだいぶ変わりますので、そのあたりを都の人、遠隔地の人というよりは地元の人間に分かってもらうという機会が大事だと思ってます。こちら緊急雇用になりますので、インテリジェンスで被災失業者の方を一時的に雇用して、その方に研修をし育成をし、でその方たちで地元の企業を応援するという事業です。背景として、石巻市全体に営業ができる人間が少ない、マーケティングのことを学んでいる人間が少ないというものがありますので、こちらで学んだものを市内の企業で遺憾なく発揮していただいて、市の企業で即活躍できる人材にするというのが目標です。去年の12月1日から始まっている事業ですので、まだまだ知名度は少ない、でサポートを求めている方というのは多くいらっしゃると思うので、そういった方々には、もちろん 市などで声をかけるのももちろんですけれども、我々が営業して当たっていってるんですね。一件一件事業者さんのリストを行きまして、こんなことをやっていますという事業説明と、何かお困りのことはないですかというのを聞きに行っております。なかなか全ての企業を回ることができませんので、こちらを見ていて何か手助けが必要、売上拡大のために何か模索しているということがありましたら、ぜひご連絡ください。よろしくお願いします。